されました。今日の天気と同じようにこの戦い大変暑い暑い暑い戦いになっております。しかし今回の選挙はですね、先ほど都内頻度県会議員の先生からお話あったように、負けられない選挙なんです。そうだ、負けたら庄屋町が終わってしまう。その通り、というのは、皆さん、今回の争点はただ一つ、指定廃棄物問題、これを一日も早く解決をできるのは、手塚光一なのか、相手候補なのか、その大きな大きな選択の選挙でございます。皆さん、今回はですよ、将来の塩谷町がかかっております。皆さんの正しい選択をお願いをしたいと思います。今日は県会議員の先生、研修に行く予定でありましたけども、遅れていくということで多くの県会議員の先生にご臨席をいただきました。本当にありがとうございます。では県庁会長からお話しあったように、この国葬を決めたのは民主党の福田昭夫衆議院議員が内閣府の政務次官だった時なんですよ。それをいかにも自民党が決めたような、自民党が悪いようなことを、この3回の選挙、民主党さんはですよ、庄屋町に来て票をいただくためにおいしいことばかり言って3回の選挙をやったんですよ。神谷政調会長からお話しあったように、土地に一つでいいんですかって言ったら、いいんだよ、はっきり言ったよ。そうですよ。ですから私が皆さんの前で頼むんだったらば、福田知事と自民党に頼まないとこの問題は解決しないよというテープを流したら、手塚光一を告発をしました。私は何でも悪いことしたんですか。本当のことを皆さんに伝えてですよ、この庄屋町を守りたい、その一心なんです。皆さん、子供、孫、本当にこの庄屋町に住んでもらうためには、今回の選挙は30年、50年先の庄屋町を占う選挙なんです。皆さん、本当に今回だけは誤った判断はしないでください。どちらが本当にこの指定廃棄物問題解決できるのか、2年間やったって何も解決しないじゃないですか。そうだ、選挙のたびに票をもらう、そういうことでこの2年間過ごしてきちゃったんですよ。あと4年間いいですか、向こうに頼んで本当に解決できますか。そうだそうだ、そういう選択の選挙です。どうか私もですね、2年で解決できなかったらやめますから、そういう強い気持ちで今回庄屋町を何とかしなきゃならない、そういう一年で立候補をさせていただきました。この問題はですよ、庄屋町だけの問題じゃないんです。県内でもものすごい注目をしております。しかし2年間は何もしないで過ぎちゃったんですよ。だから本当に子供たち、孫たちがですよ、この庄屋町に住もうかと思ったって住み気になりませんよ。ですからどうか今日お暑い中来ていただいた皆さん、判断を間違えないで手塚光一をご支援いただきたい。ただ庄屋町は指定廃棄物だけじゃないんです。子どもの教育の問題、高齢者の問題、何一つ取ったってこの4年間一歩も前に進まなかったんです。私は再度給食費の無料化、政治公約に掲げさせていただきました。これも必ずやりますよ。ただ当選させていただかなければ、今言ったことは胃に書いた餅になってしまいますから、どうかそういう意味におきまして、皆さんの清き一票、正しく判断をして、今回は間違えないでですよ、手
塚浩一、手塚浩一に任せてください、この庄屋町を。ありがとう。